サギちゃん、よう投げません。ゴミと魚間違えてるわ。それゴミやわ。こういう濁った時用にちょっとほんまにキラキラいくやつだね。やっとサギちゃんの素晴らしい動画が、これタチウオみたいになってるけど大丈夫？かわいそうやからもうそろそろ逃がしてあげる。サバが立ってサバが釣れた。とりあえずリリースしようか。そうやの、かわいそうやもん。早くさっきリリースしちゃう。行くで。うん、もうあかんのちゃん、いけるか。サバいけるいける。バイバイ。ほらほらほら、ほいでいいさ。よかった。いえいえ、まあ、推定15センチ。あ、向こうもサバやな。あれサバやな、多分な。あ、サバ？サバちゃう？サバやな。ババアちゃうで。15センチやな。15もあった。いや、15あったよ、あるよ。これ20やで。そうか、うん。次は、頑張ってこう糸に、針についてる魚と刺しちゃうで。サギちゃん、ちょっと竿置いてあれして、ちょっとこれつけて。これちょっと竿置いて、それやって2か。あ、OK。 なんか長いやつあるやん。長い
重い方やって、これ重い方じゃないの？うん、こっち、こっち、今、こっちが。これ。オッケー。あ、取ってくれたんや。取るのは簡単に、ピュッてやって。取ってくれた。大丈夫やって。あれは大きい。あれ、全部沈むの大きい。でかいの来たらね。先ぐらい、先ぐらいになったら。出るね。さっきぐらいになったじゃないの。これでもバッテリー変えなあかん。あ、ま、一回もう4パーや。あら、気づいてよかった。これだけ頑張って作る、作ようか。うん、ゴミ掘ったらあかん。あ、こんな綺麗に梱包してくれるのいいねんけど。これで GoPro ちょっと休憩せんかった。これまた膨れてバッテリー変えられへん。もう一台の方使います。そう、取られへんのじゃん。うえ、うん、それあかん。ちゃんと入れも入れとかな。それなんや、うん、なんかよくわからんねんけど、普通につけといていいでしょ。うん、なんでもいいよ。シャチやったらそう言ってくれると思った。なんでもええねやんか。まあそれつけて投げれた。別に釣れんでもええねやんか。まあ強いて言えば釣れてほしいけど、うん、別に釣れんでもええ。今日でも坊主逃れたからよかった。なあ、感じでいいか。うん、とりあえずこれで投げていくわな、次な。オッケー。ちょっとバッテリーゼロ。ゼロ。社長逃がした。何やった？見えた？見えとった？サバ。一緒やだ。もう一回くれんじゃん。見てんよ、私も急いだからこんなとこ一本張りちぎったって。さっきすごくさいわ。もう俺が来た言うたらもう GoPro 撮っていいからね。せっかく。すげえすげえ。待ったら坊主だね。待ったら坊主って。もう一回行こう。いけるはず。え、ほんまそんな感じでいとったん、社長。え、そんな感じでいとったん、もうずっと。うん、逃げた魚は大きいよ。35ぐらいは、ね、嘘つけ。ぜでかい。一緒ぐらいは。15やな。15やな、だいたいもう15やな、決まって。まあ、おさばい。まだ釣れる、社長、頑張って。いいね、GoProが。まあ、しゃあないか。もう近くにしたいね。こう行こうか。タバコはここに置けるんですかね。何今の。サウサギ。サウサギ釣れなくて。俺なんで。なんでな。なんで抜けんやろな、俺。投げ方が荒いんだ。知らん。サウサギよ。もう30センチのサバはほんまにサキちゃんのこの。どこ飛ぶかわからんな、これ。お、あれぐらいいっちゃった。はい、サキちゃんゲットな。ほら、俺ぐらいこう、ほら手際よくあるやん。釣れた言うてんのにな、ほどいとったわけやろ。釣れたな。はい、
これをせなあかんやろ。こんな感じで。せっかく俺がちゃんとこう連れて、あ、ちゃんと待っててんのに。かわいそうやから逃がさなあかん。あ、もうすぐな。え？うん、逃げて。自分で逃げて。バイバイ。真ん中に置いときたいのにな、ここ。やっぱ雨やな。これ雨やで。ラスト車中釣ろう。え、釣れへんや。頑張って。休憩する。まあ、雨本降りになるまで無敵だろう。大粒の雨がな、雨降ったら溶けるからな。何が？体が。あ、詐欺じゃん。溶かした方がええんじゃん。多少はな、うん、処理でやっとき。いやいや、もうこれは帰ってから綺麗に洗いながら捨てるわ。捨てんの？針やね、針と針だけ。カゴはもう針は捨てる。カゴとこれはちゃんと水で洗って。まだ針とかいけんじゃん。無理ですよ。忘れ物ないか。何もマフラー落ちてないな。大丈夫です。まあ俺これじゃ閉めたからな。でもまああんま揺さぶったらあかんわ。なあ、せやな、取れるわ。あの、行こう。マフラーカッターより、そのマフラーカッターについてるマフラーカッターがね、純正が。純正がな。うん、そういうことだね、うん。純正のマフラーカッターが、そんないね。今日は釣り動画をお届けしました。また来週から作業頑張っていきますので、よかったら皆さん応援お願いします。いいリフレッシュになったよね。こっちの方がええんじゃん。アングルはこっちの方がええんじゃん。まあこんな感じで今日は釣りをしていきました。まあ詐欺じゃなくて釣ってな。ほんまごめんって。分かるよ、俺釣れたと思ったらパッてこう GoPro な、分かってねえね、準備してやろ。タイミングがあるやん。じゃあ後で社長見返しな、その時だし。ちゃんと撮れてるから、ちゃんと
結構急いで行ってる。やばいな、もう雨が。まあ今日こんな感じで社長に息抜きに釣り連れてきてもらいました。よかったら皆さんを楽しんでみてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。